そうだね。やっぱり僕自身が常に思ってることっていうのは、たまり場であればいいなって思うんだよね。この全ての始まりは傭兵がビジネスクラスに乗ったことからスタートしてんだそうよっなんですよね。てそう話じゃん。移動だけで考えたらエコノミーでもいいじゃん。はい。安いし。そうですね。To North Village!日本人は出会うことだけが縁だと思ってるけど、そうじゃない。縁が切れるとか言いますもんね。その縁っていうのは出会うことも離れることもそれは縁であって、だからそこには何らかの意味や教えがあってっていうふうに考えると、誰か恨んだりする必要もないよね。自分にとっての一つのまた成長になるしさ。なんかまさしく岳さんの家でこう食事の後よく夜みんなで集まるじゃないですか。でいろんなマレーシア人の若い男の子とか集まったりとかするじゃないですか。あそこも空気感的に、ある程度つながりがある上で来てるんでしょうけど、自由にみんな来て、で自由に帰りたい時に帰ってっていう感じで、そうだね。こう公園に集まるみたいな、なんかそんな感じになってますよね。そうだね。やっぱり僕自身が常に思ってることっていうのは、たまり場であればいいなって思うんだよね。みんなが来てチャージする場所で会ってくれたらいいなって思うから、家もそういうふうに作ってるし、みんなが来て話して、もちろん中にはね、たまに夜中にいきなり電話かかってきて「今から行っていいか」「ああいいよおいで」。そこから結構その深刻な話をしたりし、ね、自分の人生はどうあるべきなのかみたいなことを話したりする子たちもいるんだよ。まあみんな若いから、若い子たちってやっぱりそういうのを思いがちじゃん。そういう時には話をするんだよね。人生ってさ、ってどっちが楽しいっていう話をしたりね。こう考えるのと、こうやって考えて生きていくのと、どっちが楽しい、どっちが素敵だと思うっていう話をすると、やっぱ最後はみんな笑顔で帰るんだよね。なんかすっきりしたって。今度から明日から違う生活ができる気がするみたいな。でもそれって関係性があるからそうなるわけで、ただ出会ったからそうなるわけではなくて、だからさっき言った深く入っていくっていうのは、僕が入っていくっていうよりかは、僕常に開けてるだけだから、だから相手が入ってくるかどうかだけの問題で、入ってきたら受け入れるし、入ってきた連中は自分たちで勝手に関係性が深まったって思うわけじゃん。で、そういう人たちに対して否定もしないし、かといって僕も依存はしないし、だからみんなニュートラルで付き合えるし、基本的に何かを求めてるわけじゃないし、例えば何て言うのかな、まあ仕事の話とか相談されたりするんだけど、これもこの前こっちにいる、もうこっちに30年以上住んでいる人たちとね、話をしてたんだけども、食事をしている時にその人が、まあ、ある、その人もかなり力を持ってる日本人の一人で、マレーシアにいる。で、いきなりイミグレから電話かかってきたと。で、イミグレのオフィサーから電話かかってきて「誰々って知ってるか？」「知らない」どこどこっていう店の人間なんだけど、要はビザなしで働いてたと。どうするっていきなり言われ、どうするっていきなり言われたんだよ、その人が。どうするって言われて、いや、まあどうするっていうか、とりあえず助けるかな。分かった、じゃあお前に任せるって言ってオフィサーと話をして、でそれと全く関係ないのに、その人の会社に連絡して「あなたのところの何々っていう働いてる人が今
そのビザなしの問題でイミグレに捕まったよねと。でオフィサーから連絡かかってきて、どうするっていう話になったと。であなたたちで対応できるなら私は何もしない、対応できないなら私がする、お金もいらない、そうお金もいらない、なんでって思うかもしれないけど縁なんだよね。そもそもなんでその人に話が行ったんですか。なんて言うんだろうな、日本人で問題あったからとりあえずその日本人のその人に聞いてみようみたいな意味ぐらいは判断した。逆だと思ってほしいんだけど、例えばさ日本にいて、僕マレーシアにかなり、まあ、いろんななんていうのかな、つながりとコネクションがあるじゃん。で例えば日本のイミグレの人たちやその高官と僕が仲良かったとして、そしたら「いやさ、こういうマレーシア人知ってる？」っていう話を、まあ、友達レベルで話をするんだよ、はい、普通に、まあ、そういう話になるんだよ、はい、もちろん国によってそれが効くとこ効かないところはある。だけど日本にいても多々ある、それは。でマレーシアにいてもマレーシアのそういう高官とつながっている人たちはそういう話をよく受ける。でもそれによってその人にとっては別に何のメリットもないんだけども、まあ、一つの縁と考えると何かやってあげよう、何かしてあげよう、できることを助けてあげようってやっぱ思うんだよね。でそういうことって多々あるし、もちろん何かしたことによって逆恨みされることだってある。でもそれもまた縁なんだよ。だからもともとそもそも見返りを求めてないから別に気にもしないし、あ分かった、じゃあ自分でやってっていう一言で終わるわけじゃん。僕は縁っていうのはそういうもんだと思ってるし、別に例えばさ、じゃあ傭兵がここに来ました、まあ例えの話で、分かったって、何が必要か言って、子供がいます、学校は、じゃあ学校探してみる、仲間が学校のオーナーだから電話してみる、まあ、僕の仲間が子供連れてこっちに引っ越してくるんだけどなんとかなんないかな、いいよ、OK、じゃあありがとう、じゃあ直接本人と話して、何のメリットもないよね。そうです、僕からしたら結構でかい問題だったんですよ。小中高に分かれてるから、うん、こう学校に通える距離のとこに家を構えるにしてもみんなが同じ学校を受かるかどうかって分かんないじゃないですか。英語全員全く喋れないんで、移住したくても学校どうしようっていう、一人だけ受かってとか二人だけ受かってとかだと意味がないんで、でも全員が英語のレベルゼロの状態で受かるとこってあんのかなって思ったりとか、そこがなんか一番のこう問題だったんですよね。だからこれは多分こうご紹介いただいてなかったらクリアできてなかったところなんで、うん、そうですね。でもそれは一つは僕がマレーシアも12年かな今年で、はい、だけどその12年の間に作った関係性によってもたらしたものじゃない。でもこれ何が言いたいかっていうと、よく考えてみてくれよって、この全ての始まりは傭兵がビジネスクラスに乗ったことからスタートしてんだよって話じゃん、はい、つまりクラスを上げるっていうのはそういうことなんだよって、うん、そこにしかない出会いがあって、そしてそこでもし傭兵が閉ざしてたら何も始まらなかったわけじゃん、はい、そうですね、一つはその場所に自分が行くことによって、そのクラスに自分が行くことによって身を置くことによって存在する出会いがある、うんうん、そして心を開くことによってそこから築き上げた現在が存在するっていうことじゃ、はい、全てはそこから始まったんだよ、はい、そうなんですよね。なんか僕こうちょいちょい背伸びする癖はあるものの、その当時何回かこう移動するじゃないですか、全部ビジネスクラスするのに、まあ、どっかこう後ろめたさというか背伸びしすぎかなみたいなところもあったんですけど、
こうガクさんと知り合えてこういうふうに、まあ、最終的にマレーシアに移住できてとかいろんなビジネスも一緒にやらせていただいて、もうなんかその出会い一つで一生分のビジネスクラスペイだなっていう。でそれ以降は何も思わずにこうホテルとかその飛行機とかっていうのは選べるようになって、そこからまたちょっと見える世界が変わってくるというか、しっかりちゃんと回るんだっていうか。だってあの自分が例えばエコノミーを選ぶっていうことだってできるし、はい、別にエコノミーだから悪いわけじゃないじゃん、はい、そうですね、移動だけで考えたらエコノミーでもいいじゃん、はい、安いし。そうです、だいぶ安いですもんね。で席が空いてたら寝れるし、はい、だけどそこにしかいない人たちとは出会えないよね、うんうんうん、でそこにしかいない人たちと例えば傭兵がずっと寝てたら出会えないよね、はい、そうですね、そうですね。だからそのクラスに行ってそういう人たちと毎回出会うわけじゃないにせよ、うん、自分が常にオープンしてその出会いを求めている自分がいたり、うん、はい、ニュートラルな自分がいたり、ワクワクしている自分がいる、はい、これが一番大切だと思うんだよ、うん、とにかく新しい出会いにワクワクできるっていうことが人生の何よりも楽しみだと思うし、うん、でワクワクしててその中で出会って受け入れるっていうことができれば、はい、そこから関係性って広がっていくじゃん、うんうんうん、そんなもんだと思うんだよね、うんうんうん、僕はそう思って生きてるし、うん、だから常にそのクラスを上げることをなんかよく言われるんだけど、うん、自分を上に見せたいからそういうことやってんだろうとかって言われるんだけど、別に僕上に見せる必要もないし、はい、そうですね、見せたところで僕は僕だし、はい、だけどだからじゃあ心閉ざす必要があるのかっていうと、それは僕の生き方に反するし、うんうん、で今の僕がこうやっていられるのも、うん、そうやって築き上げた、うん、その関係性がの集大じゃない、うん、そうですね、これって、うん、によって僕はまだ人生が楽しいと思って生きているわけで、うん、年明け逮捕か、前代未聞の問題作、ガクトがついに真相を告白。メディアに流れるさまざまな噂、それらに沈黙を貫いてきたガクトに全ての疑問をぶつけたノースビレッジ編集部、真相が気になっていた全てのファンの皆様、そしてアンチの皆様、お待たせしました。ガクト本人が初めて NG なしでスキャンダルと炎上騒動について全ての真相を告白。炎上やスキャンダルにさらされても何度でも立ち上がるガクト、彼を突き動かすものは何だったのか。さらにガクトが最も信頼した超側近者の S が数々の疑惑に証言した。これが真実だ。未だに残る疑惑の数々に対し、客観的な第三者の証言と証拠とともに真実が白日のもとにさらされる。ガクト敗戦記、2023年9月4日全国書店にて発売。果たしてガクトは黒なのか白なのか、それを決める陪審員はこの本を読んだあなただ。Thanks so much for coming. Please go home safely. And don't forget to always welcome on the wild side.